今回はスリックのの三脚 DST-53 紹介になります私が普段乗載せているのはこの機材合わせて 900g と少しですねメーカーの推奨荷重は 2kg ということになってますので最大が 4kg ですからまあ私の場合にはもう全然適正荷重以内むしろ軽すぎるくらいですよね 今これパンチルボを右についてますけれどもこれは取り外しが効きますので左側につけることも可能ですそしてまずチルトこれがチルトのロックレバーになりますねこれでロック解除して今重力で自然に落としてますこれくらいダンパーが効いてるんですね手を添えてやればゆっくり上がっていきますロック次にパーンですね パーンも一応ダンパーが効いてますのでこうスムーズにゆっくりとパーンできますこれでロックですねでロックレバーを解除してこういうふうにパーンするという形になりますね次にですねクイックシューの取り外し右のレバーを緩めてそしてこの赤いボタンはロックボタンになりますこのロックボタンを押しながらじゃないと外れませんそして右のレバーでこう止めるという形になりますね ちょうどいい機械ですので、このね、ズーミングですね、このソニーのパワーズーム、これの動きをお見せいたします。今これ最高速でズーミングしてます。H というところですね。最高速です。で戻すのはもう全部最高速でやっちゃいますけれども、まあでもね、これ、こうやって見てると遅そうに見えますけど、結構早いですよ。撮影してるとね。で次が M、中速ですね。 中速でこうやってもゆっくり出してるんですけどこれもなんか遅いぞって思われるかもしれませんけどこれも私ほとんど使いませんこれでも早いですね私なんか風景がほとんどなんで風景に寄っていく場合これでも早いですよねあのメーカーでは一応ね切り替えスイッチが3段階そしてこのレバーのねズーミングレバーの押し具合で2段階で計6段階のスピード調整ができるってことになってますけれども 実際私が寄っていくのはねほとんどこの次にお見せするこれですね最低速これでしかほとんど寄っていかないですねこれで見るとなんか遅いよっていうふうに思われるかもしれませんけれどもファインダー越しにに寄っていくにはねこれでちょうどいいスピードですですからほぼねあのこの最低速とあと戻す時はね早く戻ってこいよっていうんでねあの撮影してない時はやっぱり最高速の位置にしますんで 戻すときに最高速にして、撮影のときはほとんど最低速でのズーミングしかしないですよね。でね、あのー、これね、結構ね、このレンズいいレンズですよ。正直、私思うに。便利ですよ、本当ことで、これね、下が手動と電動の切り替えスイッチになります。でね、次にお見せするのが、クイック集の取り外しですね。 この右の右赤いレバーを緩めて前後を動きますね。これ位置調整ができます。これも止めちゃえばねこうやって動かないですよねそして次はですね三脚の角度開脚度なんですけれどもこのレバーを緩めて、まあ、これ任意の位置で止められるんですけれども今一番マックス一番ですね角度を広くして一番安定した状態で止めてみます、まあ、一番広くした状態でここまで広がりますということですね 一番広くするとこういう感じです。一番安定した状態で。狭い場所なんかで一番狭くした状態ですね。これがこういうふうになります。広い状態、狭い状態、広い状態です。でね、これ、水準器が付いてるんですけれども、これ LED の照明付きです。これもすごくやっぱり便利ですね。私みたいに早朝とか夜間の撮影がほとんどの場合、これないとやっぱりダメですよね。 で、消灯もね、自動的に時間が経つと消えますんで、まあ、電池の消耗もね、あの、防げますしね、これ便利ですよ。で、水平はね、この下のボールレベラーですね。これ片手で緩められます。で、閉めるのも片手で締められます。今ちょっと片手でやってるんで、行きこちないんですけど、えパンチルボンに手を添えてこれやりますんで、結構これね、ビデオカメラ用の三脚ならではですね、これ慣れちゃうとやっぱりこれ、すっごい楽ですよね。はっきり言いますけどね。で、お値段がね、 約私1万5000円で買ったんですけれども2万円を切ってますまあね耐久性がどうだかちょっとこれ使ってみないと分かんないですけども最近ねあの43っていうのから材質なんかもね改善されたみたいなんで、まあ、マンフロットは高いですからね入門用の三脚としてはいいのかもしれません以上ありがとうございました